おはようございまっちょ、森田です。今日はメトロノームの使い方をちょっとね説明していこうかなと思いまっちょ。俺流です。まずメトロノーム用意します。今日使うメトロノームはもう普通のメトロノームです。よいしょ。これ絶対企業案件とかじゃないから、いろんな音が変えれるんですけど、まあ、とりあえず僕はこれでいきましょう。ジュッ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 。では木枯らしでちょっとやり方まず説明しますね。で、僕がメトロノームを使う時っていうのは最初からは使えません。ある程度譜読みが終わって指はめをしていく段階で、結構不安要素が多い曲だったり不安が多いパッセージとかはメトロノームを使います。そこで初めてメトロノームという武器が出動します。じゃあちょっと説明しますね、やり方。結構難しいんですよ。で、こういう感じで一拍チャン、パパ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 パンバっていう感じではめていくんですけど、例えばこういうところ、でこういうところとかで、例えばこのテンポのままリズムを変えます。できるようになってきたら少し上げます。さらにできるようになったら、例えばまた重点的に練習します。で、さらにこのゆっくりのテンポで的確なスピードで弾けないってことは、いくら速くしても弾けないってことが分かったんで、例えばこの時に意識することっていうのは、指をはめることだけに意識取られずに、木枯らしのここだったら、右手がメインで弾いてたんですけど、本当は左手にメロディーがあるから、この左手のっていうのが聞こえるために、このゆっくりのテンポでやってあげる。じゃあみんなの大好き革命好きよね、大好き。はい、いきます。で、だいたい崩れるのが左手、今転んだ。この転ぶっていうのは弾けてないって証拠だから、そこは
自分で聞き分けれるようにしましょう。せっかくメトロノームを出してるからカッチ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 になるように。難しいところ、左手が鬼のように動くところをやってみますね。今転びましたね。で、この時に意識することっていうのは、このあえてゆっくりのテンポだから、どうやって鍵盤のところまで指を持っていくと、ものすごく最小限の動きで鍵盤を鳴らすことができるか、効率的に指の動き方を考えて練習しましょう。例えば、早く弾く時っていうのはなんとなくで弾いてることが多いんですよ。それをメトロノーム使ってゆっくりやることによって、どこまで手首を持っていけばその鍵盤に届くのかとか改めて確認することができるから、そういう苦手なとことか弾きにくいなってところをあえて確認するためにやってあげます。はい、今弾けなかったね。これはダメダメ。練習をするときは基本ペダルなしでやりましょう。一個一個の音が全部聞こえるかっていうのを確かめながらやります。次のリズム変えます。例えばほな次は一拍で止まります。一拍目の頭で止まります。例えばこういうこと。何の指だったか確認することができます。そしてその指の頭から始めることによって、この指から始まった時に苦手だったりするのが改めて分かるから、こういうリズム変更も大事です。で、まあ、特にベートーベンとかなってくると、例えば指揮者っていうのが結構必要となってくるんですよ。まあ、そういう古典派とかをやるときは特にメトロノームをしっかり使って練習します。で、ショパンとかロマン派とかになってくると、僕は、まあ、本当に弾けない時だったり、エチュードの時とかは結構メトロノームを使って練習してます。まあ、今日はこんな感じでメトロノームちょっと解説を入れてみたんですけど、皆さんよかったらぜひやってみてください。多分効果はあると思うよ。グッバイ。本日も始まりました。皆さんたくさんのコメントいつもありがとうございます。フォルテです。今日は皆さんにまたモチベーションが上がったコメントを発表したいなと思います。皆さんいつもモチベーション上がるコメントありがとうございます。この中でもフォルテが独断と偏見で運で選んだコメントを発表していきます。それでは木枯らしの練習報告会っていう動画を出したと思うんですけど、その動画のモチベーションが上がったコメントを発表します。それではいきます。ドゥルル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 一番大好きな曲を弾いてくれるなんて幸せ。体調に気をつけて頑張ってください。ありがとうな。俺は意外と体調弱いんだ。よくわかってるな、カリン。サンキュー。はい、次。ぐるるるるで、丸山さん。声楽のレッスンの効果でしょうか。素敵な巻き舌が垣間見えました。まあ僕は声楽ちょっと苦手なんですけど、もしかしたら塩田先生のおかげかもしれません。まあ、あんま練習サボってたんですけど、もしかしたら進化したのかもしれませんね。潜在的な意識かもしれません。ありがとう。それではここまで見てくれてありがとう。次の動画も尺持たせコーナーやっちゃうので、皆さんたくさんコメントください。それではグッバイ。
見てくれてありがとうね。よければグッドも押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。